こんにちは、コージーです。ご視聴いただきありがとうございます。今日は先日コミュニティの方でご紹介していたナチュランさんの夏の福袋がようやく届きましたので、そちらを開封したいと思います。ぜひ最後までお付き合いください。いろいろブランドあったんですけれども、私は冬に撮った08マブさんのデザインが気に入ったので、こちらを購入しました。4点で9900円でした。でもね、とか3万5000円以上の商品が入ってるっていうことなので期待してます。っていうか、まあもう中身が見えてるので安心はしてるんですけれども、あと送料がかからないようにあと1点注文しました。じゃあ早速開けますね。まずこちらこれはワンピースですね。半袖のワンピース、ね、綿と麻なんですよね。これはすごくサラサラで気持ちがいいです。ちょっと綿と麻じゃなくて、レーヨンと麻、レーヨン 70% と麻が 30%、 こういうストライプ、色ももうドストライクです、すごく涼しそう。結構ストンって落ちそうな感じですね。はい、じゃあ2点目、これがはい、白のブラウス、これ前後着れるみたいです。これはね、はい、これは綿 100%、 すごく薄くて涼しそうですね。ふんわりしてるので余裕だと思います。では3点目、これはね、パンツです。すごくしっかりした生地で、でも手触りがいい。こちらはね、こちらも綿 100%、 テーパードなのかな、ちょっと裾すっきりしてるみたいですね。後ろにポケットが2つ、前にポケットが2つ、これいいですね。はい、ではラスト4点目、インディゴブルーですね。これはね、これもね、薄手でゴワゴワしなくていいですよ。もう綿 100% です。これも 2way で前後に着れるみたいです。全部好きですね、今回は。そして追加で買ったっていうのは、ペチコートは分かるけど、無理やり作ったのかな、もともとあったのかな、ペチパンツって。下がね、フリフリなんですよ。
夏場ワンピースとか着た時に下にパンツを履くのが好きって言ってたんですけど、こうふんわりした優しい感じのワンピースの時にはこういうの着るの好きなんですよね。あの前自分で作ったのがあったんですけど太っちゃって履けなくなってしまったので、たまたまあのナチュランさんで見つけたので買いました。 SO っていうの、これブランドさんなのかな、わからないけど、これも利用したいと思います。じゃあ早速着てみますね。こちらです。どうでしょうか、あの朝のシャリ感があってちょっとチクチクする感じだけど、そこまで気にならないかな。下にインナー着れば大丈夫だと思います。ゆったりちょっとコクン気味、裾が少し狭まってる感じ、ゆったりですね。でズボンと落ち感もあるので広がらなくていい感じです。後ろはこの昨日ペチパンツを履いたらこんな感じ。ちょっとなんかこのフリルが可愛いけど、さらってしてて、あの足ベタつかずに涼しく着れると思います。こんな感じ気に入りました。では次、はい、こちらブラウスとパンツですね。パンツも短め、今の季節いいと思います。あ、すごくいいですね。もたもたしてなくて割とすっきり見える気がします。こちらもね、やっぱり透けるからインナー着ました。涼しいですよ、この辺見えないし、ね、すごく着やすいです。サラッてしてて気持ちがいいです。では次、パンツはねちゃんとポケットもついてる、後ろにもポケットついてます。今度の旅行でもポケットは絶対必要だと思いましたね、さっと取り出したいものはポケットに入れるはい、では次、はい、ジャンパースカートです。このカシュクールって珍しいのでなんかいいですね、目新しくて。これもゆったり、ここもゆったりと、下のブラウスこれ着てたらインナーいらないかも。ちょっと、全然隠れるし、これカジュアルに着れそうです。戦闘服にもなるしこれもヘビロテしそうです。 T シャツでもいいし、これいいですね。ちゃんとしたこうブラウスと合わせると綺麗めにも着れるかな。はい、以上4点5点かご紹介でした。はい、最後までご視聴くださってありがとうございました。64歳、この前64歳になったんですけれども、こんな64歳のおばちゃんのルックブックをご覧になっても何も参考にはならないかもと思いますが、もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。